ビーボビービョビーバビーキー、時間の無駄なんだよこんなんだから僕の動画人前で見るのが恥ずかしいって言われんだよ。あ、今納得した方いるでしょ。確かにみたいだ。ふざけんなよ、それが正常だよはい、それじゃあ本編入っていきますか。どうもキーキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースザ・リアライゼーション・オブ・リジットレベルスということで、ちゃんとしたコースを実現したということでしょうか。そして説明文に、卑怯な手には疲れたでしょ、正々堂々迎えて差し上げますよ、バグなし騙しコースって書いてるから、隠しブロックの一つやハテナブロックから魚が出てきた時点で卑怯だとみなすよ僕は器が小せえ、人間としての器が小せえそれじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.72% で、今日はね、騙しコース職人ゆうとさんが作ったコースだからめちゃめちゃ期待大だね。まあ、正々堂々迎えてくれるんなら僕も正々堂々と勝負しようじゃないか。最初のこのハテナブロックはなんだ、ほっぱやいわくデカオヤシ、これは今日の古いの一つなんじゃない不意打ちはずるくないかな。じゃあこのデカクッパクラウンドのとこ絶対に床があると思う、だから右ダッシュでいい。キモい声を出すな、罠に引っかかったらキモい声を出すか発狂するかの2パターンしかないんだよな僕って。じゃあハテナを叩いた瞬間すぐ右に行ってみる、これで合ってんじゃない、合ってるね。左に行ったら閉じ込められてたっていうことか。ていうかこれめちゃめちゃ回ってんの、僕もちょっと回っておく、こんなことする余裕ぐらいあるよ。さあマリ降りてこの上に行けっていうことか。冷静になれピオキング、バグがないっていうことは少し考えたら分かることじゃないか分かってもダメみたいだね。意外と早いんだってこの砲台動いてくるのさ。じゃあ一旦右行くじゃん、そして左に行きながらもう一回ジャンプ、これで余裕を持ってかわせるね。そしてここ右に行っていいのかい、そしたらブロックが開くとかそういうことはないのかい。豚さんしかいないね、後で豚丼作っとこう、そのレシピツイッターで公開しときたいと思いません。さあここの散歩絶対に襲ってくるとしか思えない、だからジャンプした瞬間すぐ左で、あ、右に行くんだあ、なんか想定外だな。そしてもう一回右に行かなくちゃいけない、絶対次襲ってくるよ、だからオンオフをした瞬間すぐ左だ、わっまだまだ足んないね、このくらいじゃ僕の快感ゲージは今10のうち80ぐらいあるよ。じゃあここは左の一気アップめちゃめちゃ怪しい、だから下に降りるのが正解、中点灯で未来を灯そう。じゃあ一気アップのところでいいのかな、あの一気アップのとこ絶対なんかしてくる予感しかしないんだよななんでここまで来たの、さっきこんやったよねこの枝豆さん。じゃあ1キャップのところ行ってみます、そしてすぐ右を失敗してもなんか床があって先に進めないね、え、何これ浮いてんだけど、え、じゃあここ次バブルー、あ、分かったかもしれん、今オーフが変わったじゃん、だから今のところで合ってんじゃない、そんで右を失敗してバブルを抜けるみたいな、どうやみんなこの観察力。じゃあここはジャンプしてバブルを出した瞬間すぐ右を失敗、オッケー、そして下には行ったらいけないっていうことか、でこのドアに入っていけばいいんだよ、オーケーオッケー。そしてまだだな、中間ポイントはこの砲台も何かしてくる予感しかしない、上は、あ、上なんもないんだね、素直に10コイン取らしてくれるなんて優しいじゃねえか。じゃあここは B スイッチを踏んでバリバリバー、これさバグなし騙しコースっち書いちゃったやん、でもさ本人が気づかないうちに1個ぐらいバグ使ってんじゃないのかな、それみんな見つけてやろうぜ、そしてユウトさんに嘘つきのレッテルを貼ってあげよう最低の配信者だなこんなんだったらユウトさんに嫌われる、ごめんねユウトさん、全くごめんって思ってないけどそうやって言っときます。そしてこのパックン絶対このクッパクラインに乗って倒すと思うんだよな乗れねえじゃねえかそんな切ない目でこっちを見るな、僕も乗ってあげたいんだけど乗れないんだって。じゃあこのハテナブロックが鍵になってくるよ、頼む、何が出てる、キノコ様、頼むキノコ様、どこにあったキノコ様、もうすべてわかりんご、すぐさまこのキノコ様を取ってこのパックを抜けてハテナブロックを叩く、そしてこのボム兵爆発すると思うんだけど僕のところまで来ないよね、頼む当たらないでくれ、うん、何こいつ邪魔だ10クラウンが、いや面白すぎでしょ。じゃあ最初にこの10コインを取っておかなくちゃいけないっていうことね、なんかさっきクレーンで運ばれるのが見えたんだよな、そしてこの先に進めば大丈夫っていうことなんじゃない、もう10コインがないもんな、だからクッパクラウンが乗るものは何もない、オッケーオッケー、これで先に進めるっていうことだね。でこのクッパクラウンに乗る必要は多分ないと思うんだよな、さあ土管に入っていきましょう、そろそろチェックポイント1って書いてるね、え、何
チェックポイント1どっかに隠してるみたいな。一旦これタンタンタンって叩いていこうか。タンタンタン。何もないか。じゃあこの先にさ、チェックポイント1があるんじゃない。さあチェックポイント見えた。いやもう取ったからこっちのもんだもんね。さあ無事にチェックポイント1が取れましたけど、この10個位の方何かあるんじゃないのか。ブロックが急に開いてすぐ下に行かされるみたいな、そういうことはなさそうだね。じゃあこの土管に入っていこうか。この下のブロックもめちゃめちゃ気になる。もう言葉に出すな。もう言葉に出してしまうと叩くしかないじゃないか。一旦叩いてみる。何もないのね。パフは優しい。パフキング、これから行きます。さあここは右に進むのか、ダッシュしていこうか。あの砲台が絶対に襲ってくる。燃えるぜ。じゃあここは右に行くっしょ。そしてすぐさま左で逃げるっしょ。でまた右に行くっしょ。何も変わらぬ。ではオンオフをすればいいっていうことっしょ。そしてすぐさま右に行くっしょ。魚っしょ。ふざけるなピオキング。ならばもっとふざけてこのコースを攻略するんだ。わーいわーい、このキノコ様待って。あっちゃー、早いのよ罠のサイクルが。もうちょっとだけおふざけタイムちょうだいよ。じゃあここはキノコ様取れない。そしてすぐ左に逃げる。そしたら左のキノコ様これ取っていいのかい。いやどうしよう、くそつられて取ってしまったぜ。いやでも取っていいと思うんだよな。右の鍵絶対に必要になってくると思うから、じゃあここは鍵を取った瞬間左にジャンプしてすぐ逃げる。誰かお水を、僕にお水を。今さガリガリの中は多分音符ブロックかバネかなんかあったんだよな。だから大ジャンプしたらいけなかったんだよ。左押しっぱで。オーケーオーケー。いやこれはうまいわ。初めて引っかかったねこんなもの。多分記憶の中では。まあ過去に引っかかったことあるとは思うんだけど、絶対下からもしくは上から何か来る。だからハテナブロックの方に逃げておこう。 OK。 そしてこのハテナはアイテムでもなくただの一気アップ。ここ隠しブロックあるんじゃない。いやーないね。じゃあここも隠しブロックはないね。じゃあジャンプして右を失敗しようか。絶対それでいいよ。あっつ、左か、いやいやいいよか。ごめん、ちょっと鼻の下がかゆくかきながら喋ってたら変な声になった。じゃあジャンプして左をスイッパーしてあのバブルをかわしていく。でこの鍵を取っていいのか。もう取るしかないじゃんね。あ取ってどうしよう、取って僕は一体何をした。あいや合ってるんじゃない。お、なんか今一生エッジがさキノコを出してくれたんだけど、あこの状態で先に進めるのか。オッケーオッケー。そしてこの鍵扉に入っていけばいいんだけど、左の鍵扉めっちゃ気になるな。そしてここはどうすればいい。石エイジ、そのボムヘイをちゃんと潰してくれるのかい。ちゃんと潰して僕に道を開けさせてくれるね。あっあっあっ、ユウトさん僕は嬉しいよ。あなたがここまでトロールコースを作るのが上手くなってくれて。僕はまだあまり誰からも見られない時にトロールコースを僕のために作ってくれたことがあったよね。なんか二人でさトロール界隈を盛り上げていってるような気がして、僕はすごく嬉しいんだ。これからも仲良くしてね。何いい話をしてんだ。じゃあここは下でいいの。あ絶対下は何もないと思う。どんどん上に行って何もしないよ僕はこの場所で。花、もうユウトさんなんて知らないもんね。ツイッターブロックしとくもんね。このチャンネルにコメントが表示されないようにもブロックしとくもんね。そんで任天堂さんにも報告しとくもんね。マリオメーカー2のフォローも外しておくもんね。さらにはさらにはこのコースもダメを押しとくもんね。冗談じゃん、もういいで押してるじゃんけ。そんなに怒んなくて。言うとー、ハテナ叩いた後何もしないでいいのか。そしてすぐ上に行けっていうことだね。はいどうもこんにちは。今右上見た、はいどうもこんにちはのマークがあったんだよな。っていうかチェックポイント長くない。分かったよ、あのドッスンの裏にチェックポイントがあるパターンなんじゃない。だからここで頼む、ドッスンチェックポイントは切った音は聞こえなかったよ。あのドッスンの裏実は何かあるのかな。もしかしてさこいつを倒したら。何もないじゃねえか。あれなんかすぐ右に行けたんだけど。今度さなんか左オンオフとか3回ぐらいしてたじゃん。あれが宣伝良くなってんだよね。え、なんかさっきと罠が違ってるみたいな。なんかそういうことでもなさそうな気がするけど。いやなん、どうなんだろう。今度右上開かなかったよね。いや絶対なんか変わってる。気をつけた方がいいよ。あ、なんか今度左に行けるようになってんな。え、どういうことなんだろうな。なるほどね、チェックポイントにも取ってないことになかなか鬼畜なことをしてくれるじゃないのユウトさんよ。じゃあこっからの罠は一緒だと僕は思いたい。あそこだけ違うとか。そうやって都合のいい解釈をしたい。ここ行けるのか、ボムちゃんに当たらない。お願いボムちゃん。よしよしよし。
じゃあここら辺から一緒なんかな。いや本当になんか上ブロックなんだってめ。いやここさ上にブロックがあったじゃん。なんとなく怪しいと思ってた。じゃあこの上はバーがあっていけないか。じゃあ左の鍵扉に入っていこう。そろそろマジでチェックポイントに欲しいよ。見えないね。じゃあ一旦このバッカン倒してみる。いや上がまだワンちゃん。この枝豆が。そういやね、めっちゃどうでもいいことかもしんないんだけど、昨日楽天で吉野家の牛丼10個セット買ったわ。ほんとどうでもいいな。ごめんごめん、みんな聞かなかったことをしとってカットしとく。じゃあここはジャンプしてあのハテナを叩いていいのかい。ハテナ叩かないのが合ってたっぽいよ。多分大丈夫。ハテナ叩いてたらどうなってたんだろうな。それだけ見させて。だがもうすべてわかりんりんちゃんだね。じゃあバネに乗って右にジャンプする。そしたら左の方に行けるっていうことか。オッケーオッケー。なんか隠しブロックがあったね。いやここは真ん中、右も隠しブロックがもしかして。あ、りんりん今日サンボめちゃめちゃ強くない？サンボに何回やられたかわかんないね。じゃあここはジャンプしてすぐ下に行く。そんで左押しっぱな先に進めるっていう感じだね。で、キノコがいるって書いてます。わかった。ここにキノコがあるっていうことだろ。バグがないんだったら右に来るしかないよな、キノコ。な、そうだろ、制作者。君は優しさがないのか。あれ、ここどうすればいいかっけ。さっき右ってやられたような気がするんだよな。だから左で大丈夫。あ、オッケーオッケー。これでキノコを取ってこのつららを越えていけばいいのか。次こそは引っかかんないよ。僕はこの場所で何もしないでいい。そうだろ。なんなんだこれ。誰が僕をやってくれるの。ボス、クッパを殺すにやったんだ。右に寄っておこう。そしたら大丈夫っていうことなんだね。で、上に行ってジャンプしていいのかい。ジャンプ、右と左どっち。お、なんかしみれたよ。僕なんかしみれて動けない。なにこれ。なんかメリーゴーランド状態じゃん。僕を混ぜて親は邪魔すんだ。この罠はめちゃめちゃ愉快で楽しかったな。キラーが円になるなんて初めて見たかもしんない。じゃあここはすぐ右に行こうか。あのちびれ攻撃が来る前に。そしたらこの下を取ってあの P スイッチの方に早く行けってことか。まあまあこんくらい落ち着いたら余裕だよ。ただあの P スイッチを踏んで何か変わるのかい。お願い、何か変わって。何も変わんないのね。僕壊れちゃうよ。そうだピオキング、バグなし騙しコースに対抗するには自分がバグればいいのさ。じゃあここは左の土管に次は入ってみよう。一緒か、出るところは。そしてこの P スイッチの場所で待っておこう。そしたら大丈夫だ。 P スイッチだ、 P ブロックだ。ピュ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 。ここは左押しましたら先に入れたよ。気まずいで、やばい。もうね、壊れるというかね、そんなレベルじゃないのよ。もうただ単純にキモいだけなのよ、僕の実況は。じゃあここはジャンプした瞬間左、何も出ないね。あ、これ上行けねえんだけど。あ、しゃがんだらいけるっていうことか。そしてここは右。あ、なんか素直に進ませてくれたね。で、チェックポイントに、あんじゃねえか。全然気づかなかった。取らせてくれるよな。頼む、チェックポイント。やったのかこれは。なんかめちゃめちゃ下行ってるんだ。大丈夫これ。今までなんか通ってきた道に連れて行かれてるみたいな。そうしてチェックポイント1戻し。嘘でしょ、なんか上に土管があるけどさ、あっちに入れるとかそういうことじゃなさそうだ。じゃあ一旦この土管入ってみるか。チェックポイント1戻し。お母さん、もう嫌だこのコース。左下に実はゴールがあるとかそういうことはないよな。あ、でもなんか右行けるようになってんな。ねえ、こっちが実は正解でゴールさせてくれるみたいな。Don't come here。 こっちには来るな。やだよ、かしかし。頼む、こっちになんか上行けなくなってるよ。ねえ、左下もダメなのね。じゃあここはなんかこっち来てしまったけど、え、こっから先何も変わんないんだけど。ふざけやがって。これなかなかしかも難しい信頼級じゃねえか。これ角っこの方で叩いてる感じでしょ。このさ、テレサが大きくなってる時にここくっそ、いけ、どこどこ。あ、この辺だったら簡単かもしれん。多分ね、大きくなってる時にこの辺でジャンプすれば多分簡単に当たれると思います。これタイミングがここ、いや多分ねここじゃないとやられないかもしんない。これむずけ。大きくなってるタイミングでここ。俺や、死にたいって飯を食べるだ。さあ今やられてきたんだけど、こっから何か変わってるかな。もう一回最初からやり直し。え、次は出してくれないの、鉄球。
最初からやり直しじゃないか。クソちゃん戻ってくるわ。ここまでさーて戻ってきましたよ。右に行かなければ大丈夫、左に上に行けばゴールができるんだ。そうだろう、鉄球を壊してくれ。やった、ちょっとタンマガチで集中するわ。もう喋んない。これもう二度ここまでやり直ししてるからね、チェックポイント1からここまで戻ってくるのは結構きついんだよ。だからここは一旦右に行くでしょ。そしてここまで隠れておこう。無機物何もしてくれない。ゴールをさせてくれるんだろうね。やったいやこれさ、チェックポイントに合ってなかったようなもんだね。それでも結構長かったからさ、このコースめちゃめちゃ鬼畜でしたね。そしてさすがユウタさんのコース、バグなしでもめちゃめちゃクオリティの高いコースを作ってくれてたね。すごく楽しかったです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオテスト21ということで、説明文はね、踏ん張ろうしか書いてないんだけど、サムネを見る感じさ、無理じゃない？いやだってさ、バネの下って何もなさそうじゃん。それをどうやって右にね登っていくかなんだけど、マジで意味不明なんだよなこのコース。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.55%。 実はさ、バネの下に隠しブロックか床がありますみたいな、絶対それじゃないとクリアできないと思うもん。ただ下に落ちていくだけみたいな。あ、左に扉があんのね。でその扉に入ったら、あの右側の扉に出てくるだけじゃないんかな。一旦入ってってみる。そして一旦何もしないでみたらまあ落ちていくだけだよな。あれをどうやって上がっていくかなんだけど、隠しブロックがないか見ていい？いや、ないの。じゃあ左上に隠しブロックがあるみたいな。うわ、なさそうばい。え、どうやってクリアするんだろう。ここちょっと左行ってみようか。うわ、時間もね、どうしようこれ、マジでわかんねえ。あのバネがヒントになってくるんだろうな。あのバネに挟まれることによって何か変わるみたいな。わかるかこんなの。説明文がなんかヒントになってるんじゃない。踏ん張ろうって書いてたじゃん。じゃあ踏ん張ってみる。ここで踏ん張るみたいな。いやこれ何も意味ないよな。あっあっ、今見た、なんか空中ジャンプしなかった。ちょっともう一回やってってみていいかな。このさ、バネに当たって落ちてジャンプ。おほほほほ、すげえ。いや今のマリオもすごいんだけど、今そんなの求めてないから。どういうからくりになってんだろうな。ここでジャンプで、ここでもう一回上がってもう一回ジャンプするみたいな、多分これを繰り返していくんだよ。いやこれ本当にすごいわ。見つけたの。これさ、種さえ分かれば簡単なんだけど、種が分からなかったら絶対にクリアできないよな。まあ、明らかに空中ジャンプおかしいもんな。このコースの鬼門はね、10秒以内っていうところと、バネに挟まれてタイミングよくジャンプする場所、そしてここね、ジャンプしてるんだけど、このバネに挟まれてあんまりほらジャンプさせてくんないんだよな。だからバネに挟まれたらジャンプ連打しまくった方がいいね。多分ねこれでもいけるとは思うんだけど、ジャンプ連打したら早めに抜けれるかどうかなんだけど、ここジャンプ連打、オッケーオッケー。そして次もここでジャンプ連打、よしよしよし、これも間に合うんじゃない。あーあ、1、2、いやー交代して、ちょっとガチモード入ります。ガチモードに入らなくちゃこのコースクリアできる気がしません。さあここでジャンプ連打、いやちょっと遅れたな。ここでもジャンプ連打、ジャンプ連打してもうまく抜けれる時と抜けれない時があるんだ。頼む間に合って。うるさい、そんなんだからいつもうるさいだけの実況者って言われんだ。僕の動画見てたら親から怒られるみたいな、そういう意見もたくさん聞きますけど、見てるかそんな子供たちよ。ただうるさいだけの実況者じゃないっていうことをここで見せるぜ。やったいやこれ本当にすげえ。これこそバグじゃないのかな。バネに挟まれることによって空中ジャンプができるみたいな、初めて知ったね。これを使えばコース制作もいろんな幅が広がりそうだよな。いや本当に面白いものを見させていただきました。どうもご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。